じゃあ今日はこういったエッジのところが編みかけ状になったハートを描きます。まずは新規ドキュメントを作成し、ツールバーのところからカスタムシェイプを選択。次にコントロールパネルのところからシェイプレイヤーを選択します。そしてシェイプの形をハート、カラーを黒にします。はい、設定ができましたらカンバス上にハートを描画します。オールとシフトを押したまま中心からハートを描画します。そしてハートが描画できましたら、レイヤーパネル上のベクトルマスクサムネイルをコントロールを押しながらクリック。そうするとハートの周りに選択範囲が作成されます。はい、ここまでできたら次にチャンネルパネルに移動し、選択範囲からチャンネルとして保存をクリックします。そうすると先ほど作成した選択範囲がチャンネルとして保存されました。そしてこのチャンネルを表示し、それ以外のものを非表示にします。はい、次に選択範囲をコントロール D で解除します。ここまでできたら黒と白のところを、反転させたいので、アルファチャンネルを選択し、メニューバーのイメージ、色調補正、階調の反転を選択します。そうすると白いところと黒いところが入れ替わります。はい、次にメニューバーのフィルター、ぼかしガウスを選択し、適度なぼかしを加えて OK。 設定ではこういうふうにしました。はい、続けて同じくメニューバーのフィルター、アクセレート、カラーハーフトーンを選択。そこでこのように設定し OK。 はい、これで先ほどのボケたところが編みかけ状になりました。はい、ではこのアルファチャンネルのチャンネルのサムネイルをコントロールを押しながらクリックし、選択範囲を作ります。この状態だと白いところが選択された状態です。黒いところを選択範囲にしたいので、コントロールシフト I、 もしくはメニューバーの選択範囲を反転を選択します。そうするとアルファチャンネルの黒いところだけが選択範囲となりました。はい、で選択範囲ができたので、アルファチャンネルはもう必要ありません。なので、アルファチャンネルを選択し、ゴミ箱のアイコンをクリックし、アルファチャンネルを削除します。ではここまでできたらレイヤーパネルに戻ります。選択範囲を作りましたので、シェイプ1レイヤーは必要ありません。このシェイプ1レイヤーを選択し、このレイヤーも削除します。
で、レイヤーパネル上には今背景レイヤーと先ほど作成した選択範囲のみの状態です。はい、では、ハートを作成するレイヤーを作りますので、新規レイヤーを作成、新しいレイヤーができましたら描画色を鮮やかな赤に設定し、塗りつぶしツールを選択します。そして選択範囲内をクリックしてやると、選択範囲内がすべて赤色に着色されます。はい、コントロール D で選択範囲を解除して完成です。